はーい、こんにちは、沖縄おばばでございます。なんというかね、ザウルスの法則さんです。はい、なんと、日本でも、ホワイトなね、ホワイトなあれですね、黒のロットロットですね。はい、ホワイトなクロットがね、発見されているようです。はい、えーまあね、日本にはね、あの、痛い,いのね、えー、処理のね、行のシャッシャーがいませんので、 はい。ほぼほぼね、えー、法律で、あの、可能早々ということが決まってますんでね。えー、これが発見される可能性はかなーり低いんですけど、それでもたまたまね、たまたまですよ。はい。あのー、管を入れたらね、はい。管です。管。はい。管を入れたらね、出てきちゃったよーっていうことで、 えー、実物があ写真にあります。はい。管を入れたらホワイトなね、あの、区のロットロットが出てきました。ということで、えー、写真にあります。まあ、すごいですね。長いですね。はい。えー、こんなもんが、いわゆるね、えー我々、我々ではないですけど、全員ではないんですよ、これ。はいえー、食べちゃった人のね、えー、まあ、 バーディーの中でね、バーディーの中でね、生産されているということです。はい。まあそういうことですね。えー、なのでね、これゆっくりゆっくり成長するらしいんで、本当に遅効性なんですよ。何度も言うように。はい。えー、速攻でね、速攻で、えー、まあどうにかなってしまう人はよっぽどね、えー、運が悪いかもしくはね、当たりが悪かったか。 はい。えー、もしくは、あれノルギーとかをね、持っていたということです。はい。えー、ほぼほぼは遅行性ですこう。後になってね、このクのロットロットが成長して、えー、まあね、えー、旅立ちますということです。はい。えー、たまたま管を入れたら出てきたということでね。はい。多分この方のね、体の中にはこういったね、苦のロットロットがいっぱいあるんでしょうね。 はい。えー、まあ、ちなみにね、えー、4、4つ目食べてるらしいです、この方。はい。まあ、そういうことです。はい。えー、なのでね、もう3つ目以上はダメって、えー、まあ、言ってましたけど、あのー、ね、教授が、とりあえずね、はい。えー、まあ、多分本当だと思います。はい。そういうことです。あ、もうね、えーこう、成長しちゃったらね、 えー、もう本当にこれ時間との戦いになってきますね。はい。まあ、そういうことです。まあ、なのでね。えー、まあ、とりあえず写真見に行ってください。はい。えー、ぬっぽんでも出てきましたよということです。はい。まあ、そういうことです。えー、まあ、排泄ね、えー、しようとしてね、こう出てきたんだろうと思うんですけど、えー、いろんなところにいっぱいね、こういうのが、 ありますよということですね。はい。食べてない人もね、あの、支援でね、えー、このね、えー、区のロットロットがね、できる可能性もあるんで、えー、まあ、デトックスは本当に気をつけてやらないと、えー、ね。はい。まあ、そういうことです。もう毎日何がなくてもデトックスでございます。はい。まあ、そんなこんなですね。それでは、あ皆さんまた、あ、ね。 えー、次の動画でお会いいたしましょう。はい。はい。えー、貼っときますんでね、皆さん、あのー、見に行ってください。まあ、どこに貼るかはちょっとね、まだわかんないですけど。はい。はい、みけさーん。いいですね。あごの,のせみけさんですね。